皆さんこんにちは。ハリウッドで俳優にチャレンジしている大志です。今回の Vlog はですね、僕が以前出演したショートフィルムの撮影の様子を紹介しようと思います。サムライ映画です。一昨年ぐらいに僕が出演したショートフィルムなんですけど、アクターがどうやって作品に取り組んでいるか、またスクリーンの裏側がどうなっているのか皆さんに紹介しちゃいたいと思います。髪を伸ばした甲斐があってやっとサムライの役ができます。最後は大学でスクリーニングもできてすごく貴重な体験ができました。それでは早速行ってみましょう。おはようございます。大志です。ちょっと皆さんにご報告がありまして、ショートフィルムの映画決まりました。イエーイ。髪伸ばしてる回がありましたよ。サムライの役ができます。チャップマンユニバーシティっていう大学の、まあ、結構映画で有名な大学なんですけど、そこの学生フィルムでオーディションして受かったので今度映画出ます大学のショートフィルムでもね、結構賞を取ったりするぐらいすごい作品ができたりするんだけど、将来有望なディレクターに声を言ってこようかなと思います。着きました。ちょっとどこ行けばいいのかな。あれっぽいな。緊張する。じゃあ行ってきます。はーい。Hi, how are you, Bosco? Nice to meet you, you finally in person. Yeah, nice to meet you. Okay, よろしくお願いします。はい。はい、というわけで顔合わせとリハーサル終わりました。4時間ぐらいやっちゃいましたね。まあとりあえずね、あとはもう来週撮影するだけなんで、思いっきり楽しんでやりたいと思います。久々のアクティングの作品なんでね、自分の力を出し切れたらいいなって思う。とりあえず撮影頑張ってきます。ちょ、おはようございます。撮影初日ですね。今朝の4時過ぎです。今日3時起きです。ちょ、準備はやったので、本番頑張れるか、自分の力を出せるかって感じですね。よいしょ、行ってきます。あのファーストルックで最初のシーン、少しです。頑張ります。Cut the cut. Too fast, I believe. お疲れ様でした。無事、初日の撮影終わりました。今6時なんで、朝6時から夕方6時まで12時間頑張りました。いい感じで撮れたんじゃないかな。まあ俺的には結構頑張ったと思います。明日の趣味もまだまだあるので、これを頑張りたいと思います。ピッツァもらいました。お腹すいたから食べる早めに帰ってゆっくり休みたいです。とりあえず初日こんな感じで、お疲れ様です。2日目の撮影ですね。あのね、ちょっと車の調子があんまり良くないからたどり着けるか不安です。行きます。着きました。ここリバーサイドですね。なんか結構馬が有名な街っぽくてね、いろんなところに牧場がありますね。今日も撮影頑張りたいと思います。年取った風メイクしてもらったんですけど、どう？根元とね、ここのほうれい線を描いてもらったんでね。強風でテントが吹っ飛びました
What is that? Frame. Frame? Yeah, other than that, let's get this shit going. Everyone's good, everyone knows what they're doing. Let's get it! Okay, let's finish this, guys. I need an explosion. We're just waiting for the bus, so. Okay, so don't drop it yet, don't drop it yet. More, 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 more. Okay, I'm just gonna tell you right now. I don't know if it makes sense, I don't know about it, but I'm here. Thank you. Thank you. Thank you. Woo! Let's go! Let's go!帰ってきました。無事、2日間の撮影が終わって、やりきりましたね。めっちゃ疲れた。お金にしたら、1日100ドルで、2日間で200ドル。で12時間。撮影したのと、まあ、移動費も込めたらもっとしてるし、あと、リハーサルもしてるし、撮影の前の準備も入れたらめちゃくちゃ時間使ってるんだけど、今、僕はこんな感じで、バイトした方が全然稼げるんだけど、やっぱやりたいのはこっちだから、今、お金よりも経験を取るために、ちっちゃい映画とか、スチューデントフィルでも、どんどんアプライしてオーディションしてって、結構ゲットしてる感じですかね。じゃあ、俺はもう疲れたから寝ます、今日は。おやすみ。今、チャップマンユニバーシティに来てます。この前撮影したショートフィルムの音声を録音しに来ました。映画の撮影した時には聞き取れなかった場所とか、あとノイズが入った場所を再度撮り直すって感じです。うまくできるかわかんないんですけど、初リアル、頑張ってきます。I'm gonna copy this so you don't have to hear the ending part.2日以内にお主を国越えさせるべきは問われたな。この速さでは無理でござる。お疲れ様です。やっと終わりました。長かった。朝10時に集合して今7時過ぎです。9時間近くやってました。まさか全部のセリフやると思わなかったけど、これでね、やっとスクリーニングを待つだけなので僕の仕事は終わりました。じゃあスクリーニング。今日はスクリーニングですね。待ちに待ったスクリーニングがやってきました。チャップマンユニバーシティなんだけど、大学に映画館あるんですよ。どんな風に出来上がってるか楽しみです。じゃあ行ってきます。シャボスコー。 I've seen you for a while. Yeah man, let's go. これか。すごい。だな。The girl and the Ronin。Welcome, welcome, welcome to the second day of the AP screenings.That was directed by Bosco Tang. Hey, Bosco! The key cast was Taishi Tamaki. お疲れ様でした。全工程が完了しました。お疲れ様でした。思ったより良かった。ただね、もっといろいろこうしたかったな、したかったなっていうのがいろいろできて。
出てきたのと、今回やったスクリーニング、他のあのショートフィルムも上映されてて、全部で11個あったのね。みんなね、すっごい面白かった。本当に学生でこのクオリティ作れるんだって思うぐらい、有名なハリウッド監督が生まれるのかなとか思いながら。でね、あの他の映画のアクターとかも見て、くそ、俺もっとやんなきゃダメだなってのをすごく感じたね、今回。やっぱりね、自分の姿がスクリーンに映し出されるのはすごく楽しかったし、嬉しかったけど、もっともっと自分の実力を上げて、で、そのうち、ハリウッドの映画館で上映されるのを実現できるように頑張りたいと思います。こんな感じでね、ハリウッドで夢を叶えるべく日々邁進しています。これからも僕の動向が気になる方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。大石智明 511 Living in Los Angeles